我々が今から挑戦するラリーレードってのは全てがもう想定外。気温が高かったり逆に気温が低かったり、砂漠の全く乾燥している地帯を通ったり、本当に地球上の様々な、ね環境下で、見られるようなシチュエーションが一つのレースにギュッと凝縮されている。南米では標高が高いところであったりだとか、雨がね、砂漠に比べて非常に降る、地域も多かったりして、大きなストームが来ると道がなくなる、突然なくなるっていうのは当たり前ですし、走ってる自分の車は全部オートマチックトランスミッションなんですけども、ご存知のようにバッテリーが上がっちゃうと、オートマチックミッションはエンジンのかけようがないんですね。GS ユアさんのバッテリーはこれまで10年以上ね、ずっとこのラリーの現場車に、付けさせてもらって使用させてもらっています。非常に環境の厳しい中ですね、今までずっとノートラブルですし、非常に、信頼性の高い、商品だと感じています。湯浅タフ&リライアブル。